立ち上がりから激しく当たり合う試合になりましたけど、どんなことを特に意識されてゲームに入られたんでしょうか。まあ、自分としては、まあ、自分はプレーで引っ張る側として、まあ、球際厳しくいくことによってみんながこういいプレーを出せたらいいなと思ってましたし、まあ、ちょっとファール多くなっちゃったかもしれないですけど、まあ、厳しいところは戦うところは戦うっていうのは表現できるように入りました。かなりアイナックの攻撃を未然に防ぐ形もかなり見られましたけど、かなり後ろからのコーチングも含めディフェンスラインがしっかりしてたんで。そうですね、村松と、共にセンターのところはやらせないっていうふうに、話もしてますし、彼女のいいところも出そうとはしてますし、本当に自分よりも心強いプレーもたくさん見られるので、いい選手だと思います。相手の攻撃陣はもう当然日本代表でも一緒にプレーされている方たちが、そうそうたるメンバーがいる攻撃陣ですけども、いかに止めようかというところはどの辺を意識されましたか。まあ、回される時間というのも、まあ、計算というか多分長いだろうなっていう、まあ、予想はしてたので、そこはなんとか、しのぐ時間というのも、考えてましたし、それは中から自分から声かけて、コントロールしたりっていうのは気をつけてやってましたけど、本当にみんな前線から、いいプレッシャーかけてくれて、限定されたパスとか多かったので、すごい良かったと思います。同点になられ追いつかれて後半入ってからっていうのは、はい、レレーズの方がもセカンドボールをすごくキープできているというふうに感じましたけれども、後半については何を感じますか。でもまずその前半の、取った後にまたすぐ、まあ、短い時間でやられてしまったっていうのは本当に修正しなきゃいけないところではあります。後半は、まあ、ハーフタイムでもなんとかやっぱ勝ちに行こうっていう監督からの指示もありましたし、自分からも声かけて、みんなで気持ち高めて入ることができました。もう今まさに失点のところで、はい、川澄さんから最後まで決められましたけど、はい、この辺は金賀選手から、まあ、そこはやっぱさすがのコンビネーションというか、やられてしまいましたけど、まあ、やっぱりその時間帯っていうところ取った、先制した後の戦い方っていうのは、まあ、今一度、どうすればよかったのかっていうのは、次の試合もすぐですけど修正しなきゃいけないなと思ってます。1対1のままじりじりとした時間帯が続きましたけれども、コーナーキックから坂口さんがつないで田中さんが決めたという、後ろから見られてどうでしたか。まあ、上辻選手ですごいいいボール受けてくれるんで、坂口が入ったことによって、まあ、何か起きるかなっていう自信もありましたし、まあ、みんなも少ないチャンスだったかもしれないですけど、今日2得点ってことで、本当にフォワードが点取れるってチームにとってもいいことだと思いますし、本人にとってもいいことだと思うので、それは本当に自分も嬉しく思います。そこで6連勝の、アイナックを止めて、そして皆さんはまだ無敗を続けている状況になりましたが、まあ、そこの連勝のところを止めれるのは自分らだと思ってたので、なんとか、勝ちたいと思ってましたし、でもまだ1位になったわけでもないですし、優勝したわけでもないので、この先がまた重要になってくると思うし、今日の勝ちが無駄にならないように次の試合もしっかり戦いたいなと思います。あと2試合ありますけれども、はい、その2試合が終わりますとワールドカップに向けてという日本代表が集合することになります、はい、今度は今日相手だった7人のメンバーも一緒になって連覇を目指す日本代表の戦いがスタートしますので、はい、それに向けてというのはいかがですか。やっぱり敵にすると本当に嫌な相手というのがたくさんいますし、味方になることによって、とても心強く思うので、まあ、まだあと2試合あるので、それは集合してからまたコミュニケーションを取りたいなと思いますし、本当に、まあ、さっきも言いましたけど、今日の勝ちを無駄にしないように2試合しっかり勝ち点6っていうところにこだわって戦いたいです。最後に相手にしてみるとやっぱりっていう相手だったんですか。はい、そうですね、大野選手とか本当に前目で嫌なドリブルしたりとか、まあ、1対1してて楽しかったですし、やれるとこやれてますけど、
本当に的にすると厄介な選手だなって作ると思いました。澤さんもいましたけど、はい、本当に球際のところとか高さとか予測っていうのは本当にさすがだなっていうところをたくさん見られたんで、味方になったら心強いなと改めて確認できました。澤さんのこうプレー久しぶりに一緒に相対してみて、はい、仲間を鼓舞する声だったりっていうのを聞こえてきましたし、まあ、何度も自分もそれで助けられてる側なので、久々に試合もしたんで、また一緒にできるのをなんか嬉しく思いました。代表質問以上になります。すみません、はい、今シーズンベストゲームと言ってはいいぐらいの展開だったと思うんですが、やられててどうでしたでしょうか。そうですね、見てる側からしたら1対1また追いついて、自分らは追いつかれた側ですけど、まあ、点の取り合うゲームになったっていうのは皆さんにとって面白かったかもしれないですし、攻守にわたってみんながハードワークしてて、こういうやっぱいい時のプレーっていうのを、まあ、次はじゃあ土台にここからどれだけ上積みできるかなっていうところなので、まあ、今日のいいゲームを、基本にしてまたいい試合を多く積み上げたいなと思います。長谷川さんとか、はい、もみきさんとか、はい、清水さんとか若い選手がいつも以上に仕掛けていつも以上にハードワークしてたように感じたんですが、いや清水さんから見てその辺はどう見ましたでしょうか。試合前のミーティングの監督から、まあ、若い選手はビビることなく仕掛けてけっていう指示もありましたし、自分らのストロングポイントだと思うので、そういう良さのところを出せたのは良かったと思うし、まあ、本人たちもそれを自信にこれからもレベルアップしてほしいなと思います。